は。いや、アメリカに着きました。結構ね、いろんな旅して、あのネイティブアメリカンズ、ネイティブの人たちが住んでる、なんか昔のクリフ、崖にみんな住んでたんだよね。そういうところに遊びに行ったりして、結構移動中で話すことができなかったんですけど、もう自由に暮らしている人たちのお家を見つけたんで、ちょっと見ていただければと思います。ご覧中、突然失礼します。ちょっとアメリカンステーキについてお話しできればと思います。これがアメリカンステーキです。ですね、やっとクリスの部屋に戻りました。で、LINE からちょっと質問みたいなのがあって、本当にすごい心に感じたこと、メッセージが一つあるんですよ。で、それは好きなことを仕事にしたいっていう方がいらっしゃいまして、で、その人が仕事を検索にしに行ったのね。仕事を探しに行ったわけよ。で、就活アドバイザーとかに話したんだって。で、そしたらその就活アドバイザーが、あなたは仕事から逃げてるだけですみたいな感じに言われたんだって。仕事から逃げてますって。で、好きなことを仕事にするなんて甘い言葉だけで、で、もしそれをやりたいんだったら、例えばね、営業とか辛い仕事、やりたくない仕事を我慢して1000万円を稼いだ後に好きな仕事をしたらどうですかって就活アドバイザーから言われたんだって。で、僕がね、ちょっとみんなにお話ししたいことがあるんですよ。で、それはその嫌なことで我慢した後に好きなことに仕事をするっていう考えはね、それ間違ってるって僕言いたいぐらいなんですよ。で、どういうことかというとね、で、僕も実際に本当に24歳の時に、ね、の会社立ち上げて何億円の、ね、コントラクトとかを実際に成功させた人なので、だから実際にその1000万成功させた後に好きなことを仕事にしてる人なんですよ。で、そのやり方っていうのは非常に難しいよね。嫌いなことで成功した後に好きなことで成功するっていう考えはすごい難しいわけよ。で、実際に僕もそういう大きいコントラクト、契約を成功させた時は大好きだったからできたんだよね。で、多分僕がそれが嫌いな仕事だったら絶対うまくいってなかったと思うし、で、その好きな仕事だから成功できるんだよね。わかるかな？嫌いなことで成功しようとしても相当ハードルが高いと思うんだよね。で、その考え方はちょっとものづくりの時代とか、みんなが工場で働いている時とかね、そういう時代だったらすごい適してると思うんですよ。例えば今のメキシコとか、今のインディアとか、今のアフリカでもう仕事が選べなくて、で、働くことさえラッキーで、で、そしたらもう嫌いなことで一生懸命頑張ってどうにかそこからうまく成功させるっていうのはすごいよくわかるんだけど、
今結構アメリカとか日本で豊かな国で豊かな環境にいる人たちはちょっとその経済的にね、豊かな国の経済的に次のレベルに行けるところだと、もうそれはやらなくてもいいと僕は思うんですよ。でちょっと僕の理由なんだけどね、例えば嫌いなことを我慢してすごい成功しにくい仕事を10年間やるとするじゃん。で10年間嫌なことを我慢してやっても成功できるかって言ったら相当ハードルは高いと思うんだよ。なぜかというと、その業界で嫌いなことをやってても実はその業界でそれをする、その業界を働くことが大好きな人がいっぱいいるわけよね。でその大好きな人の方がいいもの、いいサービスを提供できて、スピードも速くて、そして値段も落とせてもその人たちは好きだからやっちゃうわけよ。でも自分がそれを嫌いだったらスピードもあんまり速くならないし、ね、やってる時間も仕事だけに限られちゃうとか、好きだったら、ね、夜とか、ね、その週末とかもやるんだけど、嫌いだったらそういうの夜とかやりたくないじゃん。でそうするとその業界でそれが大好きな人たちからどうしても10年とかの長い期間を見てると負けちゃうと思うんだよね。すごい話にならないほどボコボコにコンペティションでやられちゃうと思うんだよ。でもその10年をね、自分の好きなことに投資するっていう風にやるじゃん。そしたらどうなると思う？10年間を嫌いな仕事じゃなくて自分が大好きなところに投資すると、もちろん最初はあんまりうまくないよ。でも1年2年3年とか経ってくるとうまくなってくるんだよね。でそこでスキルも身についてくると、でスピードも速くできると、そのやってる作業、ね、でそれ好きだから夜とかも、ね、週末とかもいつもそういうことを考えてるわけよ。自分の趣味みたいな仕事だからいつも考えてるわけよ。で働いててあんまり疲れないんだよね。でこういうのをやってるうちにちゃんとビジネスとか、ね、効率が高い働き方とかプランニング、ゴールセッティングとかをしっかり学んで、で今度ビジネスとかマーケティングとか、ね、そういう営業とかセールスについても学んでいくと、自分が大好きなことで、ね、誰かの問題を解決することができるんだよね。でここがビッグポイントなんだよ。これあんまりサラリーマンの人とか学校では教えてないから結構ちょっとノート取ってぐらい取ってもらいたいぐらいなんですけど、ビジネスって何ですかっていうと誰かの問題を解決することなんだよ ね。でその問題がニーチ、すごい専門的なほど普通の場合はそのお払いしてくれる金額も大きいんですよ、ね、例えば普通のお医者さん、どんな町にもあるお医者さん、どんな村にもあるお医者さんでね、がいると。でも自分が癌だったらどんな町のお医者さんじゃなくて癌の超専門家のところに話しに行くじゃん。自分でネットで調べたり誰が本を書いてるのかとか言って、で予約満々の人をそういうお医者さんに話しに行くじゃん。でそのお医者さんの方がお支払いする金額が大きいよね。でこれはどんな村にある、ね、会計士とかも同じなんだよね。例えばすごいなんか電気の工場をやってて超専門的な会計士が必要だったらその会計士に話しに行くじゃん。弁護士もそうじゃん、ね、でもどんなことでもね、普通の会計士だったらあんまり専門的なことができないかもしれない、弁護士もね、うん、だからその問題を解決することからお支払いが生まれてくると、そこからお金が生まれてくるんだよね。だから自分が大好きなことを見つけて、もう10年でもいいからさ、それ一生やってても幸せになれることだから、それをやってて自分が幸せになって、で問題を解決する、お客様の、ね、何か問題を解決してその人を幸せにしてくれる、そうするとお金が生まれてくるんだよね。でそれがまさにビジネスなんだよ。それがものづくりの時のビジネスモデルもあったし、どんなビジネスでも誰かの問題を解決してるんだよ。だから自分ができること、自分が大好きなことをで、そうするともっと上手くなるじゃん。上手くなるのも早くなるじゃん。でそれで人の問題を解決していくことだから、この就職アドバイザーが自分が嫌いなことで我慢して成功させた後に
自分が好きなのやったらいいですかっていうのはものすごいなんか聞いててかわいそうだなって思うし、それは本当に適してないアドバイスだと私は本当にプロの視点から、ね、こういうふうにアドバイスをしている、ね、プロの視点から思います。私は自分が大好きなことを早めに見つけて、で最初はそれを趣味とかでもいいから、ね、週末やるとかでもいいから、でそれをめちゃくちゃ上手くなると、自分の時間でいいから、で今度そうするとある程度上手くなると、そのレベルでどっかの会社で雇ってくれるようになるんだよね。例えばデザイナーになりたいって言って、自分が全然デザインできなかったらそこで働きたい、デザインの会社で働きたいって言っても仕事には最初にはならないんだけど、自分が趣味としてね6ヶ月とかやってたら、もうそれある程度上手くなって、およし、じゃあいいよ、君は下から始まっていいよって、デザインできるからって、仕事に使えるからってね。でそうすると自分が好きなことを毎日できるような環境に自分を置くと、そのお金をもらいながら自分のスキルを上げていく。でそこでもうめちゃくちゃ頑張っていって、今度そうするとそれで生活できて、じゃあどうしようか、もっとフリーランスになるか、もっと違うチームに入るかとか、転職するかとか、そういうオプションが実際にできるようになります。だから本当にビジネス、お金の面でも人生で成功したい、ね、豊かになりたいって思うんだったら、本当にこの嫌いな仕事を耐えた後に好きなことをやる、これは本当になんかね、僕日本人じゃないんだけど日本人の考えがよくわかるから、日本で育ったから本当に日本としてはすごい正しい考えだって思うかもしれないんだけど、好きなことを仕事にするともっと人生楽になるし楽しくなるし、で逆にそれで逃げてるって言ったら逃げてないわけよ。好きなことを仕事にしてる人たちは、俺の人生で知ってる人たちはかなり戦ってるよ、かかってるよ、結構やってるよ、で楽しいからもっとかかっていけれるんだよね、よっしゃーみたいな感じで。だからなんか逃げてるっていう感じでは全然ないと思います。 All right、本当にね、いつも LINE のメッセージをいただいて、メールもいただいて、コメントもいただいて、皆さん本当にありがとうございます。本当に僕幸せで、でなんかこういうことに質問とかがあったら、いつでも遠慮なく LINE にメッセージを送ってください。 LINE は公式アットクリスです。 Alright、 じゃあ今ちょっとねアリゾナにいるんだけど、これからちょっと旅に、また6時間ぐらいの旅に出ます。次はどこに行くんだろう。 Alright、 Thanks so much for watching. I love you guys. ありがとう。じゃあね。今ちょっとインディアンランドをハイキングしてるんだけど、見てこの風景、やばくないこれ。結構やばいところに、やばいところに来ました。うわっ、ここ行っちゃう。おー、マリアロバテス、 This is so sketchy。